桑内、お庭外、服をですね、こうやはりみんながこう自分のものに、自分のご家庭に、自分のご専用にこうもらいたい、これはまあ人間の本能だと思いますけれども、例えば、おいしいもんでもみかんが2つあったら、1個、関東先生あげますよ、こういうふうにあの服をきっとですね、分かち合いますと、加藤さんの方から、いやー、石原さん、そんなことないよと2個いただきましたもう、みかんが3つになる。あるいは、服を惜しむ、うちは私はばあさんに、新宿の頑固親父の母でございますけども、その服を惜しめってことを昔教わった記憶があるんですけども、当時はよくわからなかったんですが、最近わかるようになってきまして、みかんも食いたい、バナナも食いたい、お酒も飲みたい、美味しいお弁当も食べたいというのは、何か一つ我慢しようねというような気持ちを持つと、また余計こうこの服を惜しむとまた服が来る。旧暦の新しい年がやってくる節分、追儺式が区内のいろいろな神社やお寺で行われております。この井草八幡は杉並区でも大変格式伝統ともある神社ですけれども、いつもは幼稚園の子どもさんばかりなんですけれども、今年は大人の方もかなり多くお集まりいただきまして、皆様方と共に福を分かち合ったところです。